欧州館受験生の皆さん、こんにちは。では早速ですけれども、本日も、算数の問題ですね、1題用意しましたので、早速解いていきましょう。まず問題読みます。ひろみさん、さとるさん、つよしさんの3人はボールを的に当てるゲームをしました。3人それぞれ3回ずつ投げたら、3回の点数の合計は皆同じになりました。ただし0点はなく、1点が3回、3点が4回、5点が1回、7点が1回あり、ひろみさんは5点が1回、さとるさんは1点が2回ありました。さあ、問題すごい情報量たくさんありましたけど、皆さんどんな状況が分かったでしょうか？多分分からないと思いますね。すごくごちゃごちゃしてます。その、ごちゃごちゃした情報を、早速ですが、こちら表の方にまとめて書いていきましょう。すごく分かりやすくなると思います。では、まずですね、問題文のただしの後のところから書いていきます。0点はなくということなので、0点の欄作りませんでした。もう1、3、5、7とこれだけで、やっていきます。で、1点が3回ありましたということなので、1点の合計ですね、3人の合わせた数値、ここの K のところに入れるようにします。ここ3回ですね。同じように3点が4回、3人合わせて3点が4回入りました。5点が1回、7点が1回で、ひろみさんは5点が1回ありました。ひろみさんの5点が1回、それから、サトルさんの、1点が2回ありましたと。とりあえずここまで分かりますね。で、まず1番です。それぞれの、合計得点は何点になりましたかということなんですけれども、この問題、3人の合計が分かってます。なので、すべての合計の点数がまず出ますね。そこからやっていきましょう。で、この問題なんですけれども、表の方に回数を、ね、書いていってるんですけれども、ここでちょっと工夫をして、回数の右上のところにですね、赤ペンで区別をして、点数の方を入れていきます。例えばここですね、1点が3回なので 1×3 で合計の点数は3点になりますね。なのでここに点数3と入れときます。ここも、3点が4回なので 3×4 で12点、12点ここに入れときますね。同じように 5×1 で5点、 7×1 で7点と入れときますと、この全員の合計の横の合計もここに出ます。この回数の方、黒字の方は3、4、1、1を足して9ですね。要はこれは、3人が3回ずつ投げたので合計で、9回投げたという説明ですね。で、それぞれについて点数が出てますので、これも足しましょう。3+12+5+7は、15、20、27になります。なので、3人が9回投げて合計の点数は27点でしたということになります。ここまで出ましたけれども、もう一回問題文の方に戻ってみましょう。問題文、ここ、3人それぞれ3回ずつ投げたら、3回の点数の合計は皆同じになりましたという情報がありますので、この27点、これ3人それぞれ同じ点数を足したら27点になったということです。なので27を3人で割ってあげるということですね。割る3で9、それぞれ9点ずつっていうのが
合計の点数だったということがわかります。これが、カッコ1番の答えですね。これカッコ1、カッコ1番9点です。で、次カッコ2番、つよしさんはどんな当て方をしましたかということなので、もう具体的に誰が何点入ったかというのをこの表を埋めながら考えていかないといけません。で、分かるところを埋めていきますと、それぞれ9点なんですけれども、文章の情報から3人それぞれ3回ずつ投げましたということなので、3回ずつですね、回数の方も入れちゃいましょう。これ3プラス3プラス3で9、これも合ってますよね。だ問題ありません。で、これこの2人の点数の方も入れときますね。2回、サトル君は1点が2回なので 1×2 で2点、ひろみさん5点が1回なのでここ、5点ですねとなります。で、ここでどういうふうに考えていくかというと、まあサトルさんを見るのが一番早いですね。サトルさん3回のうちの2回が1点でしたということなので、もう残りはあと1回しかありません。あと1回何点取れば2点が9点になるかというと、もう簡単に分かりますね。7点ですね。2点に3点を足しても5点にしかなりません。2点に5点を足しても7点にしかなりません。2点に7点を足すと9点になります。なのでサトルさんの、3回目、まあ3回目がちょっと分かんないですけど、3個目はここに7で1回と。で、もう3回分決まりましたので、3点、5点は0だったということが分かります。これよろしいでしょうかね。こんな感じで、まずサトルさんが決まりました。で、次なんですけれども、つよしさんも何も入ってないので、ひろみさんから言っていくのが、見ていくのが分かりやすいですね。ひろみさん、1回投げて5点獲得してます。で、合計は3回投げて9点です。ということは、ひろみさんは、あと2回投げることができます。あと2回投げた中で、4点取ったということですね。2回で4点取りましたと。どういう組み合わせが考えられますかね。1点、3点、7点。これを組み合わせて、2個。2個組み合わせて4点にしたいわけです。例えば、まあ、1と7、8点になっちゃいますね。ダメです。じゃあ、1と3ならどうかと。あ、4点になりますね。1と3で4点。他に組み合わせないですかね。例えば同じ数字でもいいですよ。1を2回でもいいです。でも、1を2回でも2点ならない。3を2回でも6点、4点にはなりません。ということなので、もう組み合わせとしてはもう1と3が1回ずつと。これしかありませんね。で、1点、3点。で、計算してみてください。1点、3点、5点を足すと9点になります。ということなので、7点のところも0で。はい。ひろみさんも埋まりました。で、もうここまでね。あ、ちょっと0抜けてますね。ちょっと埋めときますね。で、ここまでもひろみさんとさとるさんが何回ずつ当てたか出ましたので、で、3人の合計が出てます。1点は3回ありましたと。3点は4回ありましたと。この辺出てますので、こっちから逆算していけば、つよしさんのところ、もうすぐ出ます。はい。合計3回のところもひろみさんとさとるさんで3回行ってますので、ここは0です。ここ、合計4回ですけど、まだ1回しか出てません。4-1 で3ですね。ここ、もう5点、1回出てますから、ここは0です。同じく7のところも0になります。で、点数の方も一応書いていきますと、1×0 の0、3×3 で9、5×0 で0、7×0 で0、で、横に足すと、回数は3回、点数は9点、合ってますね。ということなので、これが答えになりますね。2番問題何でしたっけ？
つよしさんはどんな当て方をしましたかということなので、つよしさんは3点を3回当てましたと。3点を3回。これが答えになります。ということでね、以上、カッコ1カッコ2終わりました。まあ、問題文見るとすごい複雑な情報でしたけど、表の方にまとめることによって、まあなんか、ね、パズルを解くような感じでスラスラと、結構楽しく解けたんじゃないかなと思います。ね、これちょっと工夫してここにね、赤ペンで点数入れましたけど、皆さんも、問題文の情報をね、整理するときに、いろいろと工夫をしながら、頑張ってやってください。欧州館の受験に絶対に役立つと思います。はい、以上で終わります。